グリンデルバルトは、スイスアルプスにある、ベルン州山岳地方のインターラー県区に属する村で、かつ、基礎自治体であり、インターラー県とともに、ベルナー・オーバーラント地方の観光の拠点となっている。なお、標準ドイツ語では、グリンデルバルトであるが、ベルナー・オーバーラント地方の発音から、グリンデルバルトと表記されることが多い。人口は、約4000人で、 ユネスコ世界遺産に登録されているユングフラウ、アレッチビエッチホルーン地域への観光や登山、トレッキングの拠点として、夏には主にハイキングトレッキング目的の観光客、冬はヨーロッパ人のスキー客で賑わう。村はアイガーの麓に位置し、氷河の他にも雄大なアルプスの花畑を展望することもできる。村内には数多くのホテルやレストランがあり、 グリンデルバルト駅前には日本人スタッフが常駐する日本語観光案内所もある。ゴンドラやスキー用のリフトは夏でも運転され様々なルートで有事国が美しい反対側のラウターブルンネンを訪れることができる。1年で最も降水量が多いのは6月と8月で半月ほど降水があり最も少ないのは2月である。グリンデルバルト駅から ベンゲルンアルプ鉄道に乗り換え、テトニソコの駅、グルントへ向かう。列車は、グルントでスイッチバックし、ユングフラウ鉄道の始発駅、クライネ、シャイデックに向かう。ここで乗り換え全長 9.3km のユングフラウ鉄道を進み、50分かけて、標高 3454m のヨーロッパ最高地点駅ユングフラウ予報に到着する。グリンデルバルトから往復に、 広市に4時間を要する半日観光コースである。クライネシャイデックからは、ベンゲンを通り反対側のラウターブルンネンまで行き、ベルナオーバーラント鉄道経由で戻ることができる。ベンゲンを出て、ラウターブルンネンに向かう途中車窓から見る、遊戯国の景色は実に美しい。インターラーケンとクライネシャイデックへ向かう主要な、グリンデルワルト駅グリンデルバルトは、1972年、以来、 長野県の旧安住村と姉妹村としての交流を行っていたが、安住村は2005年に松本市と合併し、以降は松本市が姉妹都市となっている。ベッターホルンを望むグリンデルバルトからは、新石器時代の石器が発見されており、その頃から人が定住していたと考えられる。また、ローマ時代の貨幣も発見されている。中世世紀には、 村を望むブルクビュールの丘に城が築かれている。グリンデルバルトという地名は1146年に初めて記録に見える。1146年、ホーエンシュタウフェン朝のローマ王コンラート3世がインターラー研修動員にグリンデルバルトの荘園を寄進した。12世紀の末には後にベルナオーバーラントとなる地域のアルプス渓谷の 豪族たちが拡大政策を取るツェイリンゲン家のベルトルトモセイに大使戦争を始めたが、ベルトルトモセイは1191年にグリンデルバルトで豪族連合を打ち破り、ツェイリンゲン家の勢力をオーバーラントに広げてトゥーン氏を拡張し、ベロン氏を築くこととなった。13世紀の初めにはインターラー研修動員がグリンデルバルトの土地と市背景を購入し始め、 最終的には、地元の豪族を駆逐し、修道院長の支持者たちの政治的野望に従って、村人を徴収して1315年と1332年の二度に、渡り、ウンターバルデンに侵攻した。これに対し、1342年にウンターバルデンは、グリンデルバルトを攻撃し、その数年後の1348年から1349年に、かけて、 村民も修道院の支配に対して反乱を起こしたが失敗した。1528年、ベルン氏は宗教改革を受け入れてグリンデルバルトにも住民の反対を押し切ってプロテスタントを広めることとし、住民を回収させインターラー圏修道院を閉鎖して修道院の土地を没収した。グリンデルバルトはベルン執政官の支配のもと、 インターラーケンシス聖句の一部となった。グリンデルバルトの最初の木造の教会は12世紀中頃に建てられ、1180年にはセイメアリー教会として石造に建て替えられた。16世紀に再度建て替えられ、現在の建物は1793年の建築である。18世紀の後半には、その景観の美しさが諸外国に知れ渡り、観光産業が始まって、 風景画なども出回り、国際的に有名になった。19世紀には、数多くの英国人が来訪して、フィンシュター・アールホルン、ベッターホルン、アイガー、シュレックホルン、グロッセス・フィエッシャーホルンといった周辺のアルプスの広報を制覇した。1860年から1872年にかけて、グリンデルワルト街道道路が整備され、1890年には、 ベルナー・オーバーラント鉄道がグリンデルバルトまで開通して困難な経路が旅行しやすくなり観光客が押し寄せるようになった。1888年には最初のリゾートが開業しホテルの数は1889年に10軒、1914年には33軒に増えた。1893年にはラック式鉄道がクライネシャイデックまで開通し、 1912年には、ユングフラウヨフホまで延伸された。その他、スキーリフトや、ケーブルカー、ハイキング道やアルプス小屋が19世紀後半から20世紀にかけて、数多く設置され、多くの観光客が山々を巡るようになった。現在でも、グリンデルバルトのほぼ全経済は、観光業によっている。アイガーの山腹から見たグリンデルバルト、グリンデルバルトの、郊外から見たアイガー。 ありがとうございます。